カラーリングいいよね。そう、なんかね。クロワックス。はい、どうも、裏クロワックスです。ということで、今日はね、クロワックスパーカーに、クロワックスキャップにということで、二人で同じ格好をして、どこに向かってるのかと言いますと、相模原だよね。はい。何湖だっけ、あれ。忘れちゃった。宮ヶ瀬。そうそう。宮ヶ瀬湖のところの公園で行われる、クロワックスのお世話になってる、クロさんっていう会社が主催の、K660 ジャンボリーに向かっております。はい。はい、ということで、もう高速降りてだいぶ走ってきましたが、もう間もなく着くのかな？でもそろそろだと思いますよ。宮ヶ瀬？はい、宮ヶ瀬湖。はい。で、虹の大橋。を通っていく感じなのかな。でもこっちだったよね、虹の大橋は。そうですね。そういう感じで間もなくです。でね、向かってくる途中でね、途中のコンビニで気づいてくれたティーガレージさんが手を振ってくれました。本当ですね。はい。クロワックスもね、お世話になってるティーガレージさん。はい。今回はティーガレージさんも出店されるっていう話はね、はい、YouTube で言われてました。ティーガレージさんもね、後でお会いできたらお話しした上で、ちょっとティーガレージさんのチャンネルなんかも紹介できたらなーなんて思ってますんで、そのあたりもちょっと楽しみにしていただければ。なんかね、俺が取材させてもらった時からまた大改造が始まってるのよ。あ、そうなんですか。そう、だいぶ始まってて、かなり社内作り変えてるようなイメージだったんで、また楽しみ。そこもね、含めて。ここか、虹の大橋。そうなんですかね。ここかな。名所って言ってる割にもむちゃくちゃ綺麗よ。高いですね。でほら飛び込みできないのにやっぱり高いフェンスは建てられてるって感じかな。こんな綺麗な場所すげえなー。よいしょー。ということで間もなく宮ヶ瀬湖畔って書いてますね。あ、見えてきましたよ。これ右側に立ってる上りも K660 ジャンボリーっていうことで上りでございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、右側会場だな。おお、いっぱいいる。うわ、すげえいっぱいあってる。サニートラ？トラッカーいいなー。あ、ダットさんトラックとか。あ、これブローさんの。わあ、かわいい。なんだっけ、なんだっけ、ラパン。ブローさんのラパンとか。うわ、ダットラとかいるよ。いいなぁ。俺こっち系も好きなんよ。へぇ。そうだって俺一番最初に乗った車がサニトラだから。あ、そうですよね。そう涙ながらに手放したって。そう本当に泣いたからね。手放した。はい、ということで設営終了。はい。でも降ってきた。降ってきましたね。なんでもうちょっと晴れてきたらね、全体をお届けしようと思うんですが、とりあえず到着してちょっとね、タイヤボックスちゃんでテラテラにしたり、ボディを吹き上げたり、泥跳ねを取ったりしたんですが、はい、でもピカピカです、はい、というような感じで設営が終了し、こっちこんな感じでこれとさんの真ん前に来させていただくポジション取りがさせていただけました。はい。でね、これナンバーね、ダミーのナンバープレートをエブラの友社長からいただいたんですけど、遠見入りがない。スパーナーがなくて交換できないという。誰か視聴者さんが来たら遠見入り持ってませんかって聞いて回ろうかなと。そんな感じでございます。はい。なんで、さっきからね、視聴者さん声かけてくださったりいろいろしてるんで、ちょっと状況を見て、周りの様子なんかも皆様にお届けしていきたいと。そんな感じでございます。はい、ということで、こんな感じでございますが、開会式。トラックの荷台が、ウィング車が、やっぱり、ステージになってる。これはね、僕らも参考になるところ。そうですね。あ、小田さん。じゃあ、お客様から一言をいただいてみて。こんな感じで、開会式が行われている状況でございます。はい、ということで、無事開会しました。はい、なんで、ちょっとね、いろんなイベントだったり、いろんな方とのお話っていうところが出てきそうなので、これ早めに全体回ってみようかなと。そして、なんだろう、僕の視点でお話しするよりも、あやさんが気になるお車とか、
そういう雑談を交えながらぐるっと一周してみようかと。なんかデジャブだな。デジャブだね。何のイベントだったの？はい、そういうことなんで、ちょっとね、ぐるっと回って見てこようかなという感じでございます。はい、ということで端からでございます。端はこれ多分役所とか市の何かで出店してくれてる食べ物屋さんらしいよ。そうですね。うん、はい、ということで会場はこんな感じ。ちょっとね、上から見ようと思ったんだけど、上まで行くの結構大変だから、うん、最後にちょっとね、あの見通し映像は撮影するから、途中で挿入するならしてくださいと。はい、ということで、どっちから行くか、こっちから行くか、じゃあよし、こっちから巻こう。はい、ということで、ゴー。ね、結構カラフルな、そう、色とりどりの車がたくさん、はい、ありますが、あります、ね、これ、ミニの顔した、あ、ミニなんだ。ウォークスルーバン、いや顔はね、ただミラーウォークスルーバン。そうでね、ここにね、エブナちゃんがね、ここに鎮座していて、皆さん見ていただいている感じでございますが、はい、こんな感じでお車がババババッと並んでるよ。え、ラフオフレソーソーで、はい、これラッパ後ろカットして、カラーリングいいよね。ラッパンのトラック、あ、ピヨピヨですね。これピヨピヨって言うんだよ。そう、そう、うん、まあいいや。っていうの、これお気に入り。やっぱ女性反応するよね、ブローさんのキットはね。そう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 。そう、色鮮やかな。そう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 、ピンストライプとかこういうのが、まああのステッカーになってたりとか、マスキングで塗っちゃったりとかもあるけど、筆で描いてるちゃんとピンストライプが存在される。あ、そうだ、そうだ、筆跡あるから、これはちゃんと手書きのピンストライプですね。繊細なお車でございます。こんな感じでやっておりますが。そう、これもブローさんのキットか。そう、そう、ブローさんのキット可愛いの多いな、そう。マジで可愛いの多いのよ。あのね、可愛い、うん。そう、こんな感じで来ておりますが。あ、お疲れ様ですということで、ご無沙汰しております。師匠、ありがとうございます。いや、師匠って言わないですね。お先。はい、あの代表のこと師匠って、ありがとうございます、はい、ということで、あのティーガレージさんでございます。はい、ありがとうございます。はい、そして息子ちゃん、嬉しそうにフランクをさっきだってここであれですよね、宿題やってましたよね。やってました、はい、終わらなくて、はい、そう、設営中に一人宿題が、もう動画見させていただいておりますよ。あ、お香焚いてる。こんな感じでルーフ最近動画出されてますもんね。はい、一夏かけてようやくいや、だからあれですよね、緩衝材とかそこの、そうですね、それいろんな間に合わせてきてて、あそこの運転席、助手席の上だけ、あ、本当だ、天井みたいにして、あ、本当だ、あそこに緩衝材、緩衝材があるから問題ないですよっていう、その運送車両法って結構その曖昧なこと多いじゃないですか。そうですね、それをしっかりしっかり一個ずつ確認されてるお車の内装っていう感じなんですけど、これはね、実際にもうティーガレージさんの方で動画で紹介されてたりもしますので、はい、こちらですね、ぜひとも下の概要欄にチャンネル貼っときます。なんで下から飛んでいただいて、こちらのお車、ティーガレージさんのはい、動画ね、見に行っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。あの本日始まったばっかですが、どうぞよろしくお願いします。ということで、どんどん行くぞ。あ、後ろからついてきてる、あやさんが気になる車をチェック。私もね、丸めが好きなんですよ。うん、まあ俺もそう。ほら、サニトラの話さっき朝したじゃん。そうですよね。もう一番最初買った車がサニトラだからさ。そう。基本目が行くのは丸めです。ああ、いいよね。目が可愛いとかそういうことでしょ。目が可愛いって優しくないか。うん、俺ピヨピヨさ、さっきみたいにピヨピヨつけたくなっちゃうからさ。そう。待ってみがないから。そう。こんな感じで両サイドを見ていくっていうね。はい。上がってる。プライスカードが入ってる。売りに出ておりますよ。こんな感じで。あ、個人的にはビートがもうテンション上がる。そう、ビートオープンカーでございますよ。そう、K660 ジャンボリーっていうだけあって、軽自動車の祭典でございますよ。660cc が排気量なんだよ、K って。だから660は 660cc の排気量にちなんで K660 だと思う。まあ、でその昔の企画、660になる前は550、550cc とかっていう軽自動車も存在するんだけど、運送車両法で定められた排気量、そういうこと。こんな感じでずらっと、これさ、今
この通路一つしか通ってきてないけど、それだけでも結構な台数。そうだね。そう。本当いろんなのがある。だそのショップさんとして出店されてる方と、はい、個人でエントリーしてる方とっていう。あ、個人でも出れるんですか。だって俺なんかその靴でしょ。そう、そういう感じでエントリーをさせてもらって出してるっていう。そしたらじゃあこっち側行きますか。こんな感じで並んでますが、俺気になったのいい。マイティーボーイ。え、何これ。可愛いでしょ。マイティーボーイ大好きなんだ俺。前言ってた。さあマーボーマーボーって。マーボーですね。そう。本物見れると思わなかった。マイティーボーイいいよね。あでも当時の内装で綺麗にされてる感じだね。これ後ろはね。そうそう。二人乗り。可愛いでしょ。可愛い。可愛いでしょ。これは可愛い。あマーボー反応してくれた。可愛い。そうマイティーボーイはねちょっと俺欲しいんだ。まあ、あれだよね。そう箱根駅伝の時にあの逃げませたあのお車にだと思う。そう。そうアンパンマンゴー。このタイヤどうやったら入るのっていう。手振りですそう。手振りこれ。このタイヤサイズどうやったら入るの。20インチ。高級セダンに入れられるサイズだよね。ポルシェとかね。ということで登ってまいりましたが、はいはい、会場こんな感じ。すごいよね。カラフルで見渡す限りという感じのこんな会場でございますよ。一番ね奥の方、こっちがステージになったりとかいう感じで、こんな感じの会場でございます。ここから先行ったらもっと上から見れるんだけど、階段で、ね、坂道登るの疲れた。はい、ということでこんな感じの会場です。以上。どうもこんにちは。はい、変身ということで、はい、ありがとうございます。今日はスリーズ来ていただいて、はい、ということで、はい、高橋さんが買ってきてくださいました。カレーと唐揚げありがとうございます。手羽入りになりました。手羽入りでありがとうございます。じゃあ皆さんいただきましょう。はい、はい、いただきます。はい、ということで、はい、あの僕がしてる間に、ね、高橋さんがあのカレーを買ってくれました。ありがとうございます。ということで、すいません、僕が帰ってきたらこんな状況になってて、ということで、すいません、高橋さんありがとうございます。いただきます。はい、ということで、あやさん撮影のバモちゃん入庫のね、俺取りそびれたんよ。撮ろうと思ったらなんかすげえ勢いで食い入るようにね、あやさんが撮影したんでね。代表邪魔ですね。そうガルウィングで、あやさん撮影、あやさん撮影。っていうね、出していただきましたが、無事ブローさんが主催する K660 ジャンボリー、いやー久々にイベントだったからなんか増えて消えかけた感があるかな。そうですね、そうイベントはやっぱり足が疲れた、やっぱそうだったって。そういえばオートサロンの時参加させてもらった時もそうだし、足に来るんだったっていうのをね、そうですね、久々に思い出しましたね。でもやっぱ楽しい、やっぱね、クロワークスを知ってる方なんかも声かけてもらって、あ、最近評判が悪いクロワークスだっていじってくれたから、よかったですね。すげえいじってくれたからね、俺は幸せだなと思えたかな。なんでね、こんな感じで定期的にイベントにも参加、ね、できるところはさせていただきつつ、積極的にねやっていきたいなというふうに思っておりますので、
今後こういうとこ行くよ、こういうとこ行くよ、こういうとこ行くよっていうのをちょっと楽しみにしていただければと思いますので、今後ともクロワークスをどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今回参加させていただきましたということで、今回参加させていただきました K660 ジャンボリーさん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。そしてなんかね、今年最後っていう話、トークオープニングでしたかな。そう、どうやらね、場所を変えて来年もやれるっていうような話があるらしいんで、来年もこのイベントありますので、ぜひともですね、参加させていただきたいなというふうに思っております。また来年もやりますんでね、楽しそうだなっていう方がいらっしゃいましたら、来年は参加できるときになるべく事前に告知できるようにしますんで、はい、ぜひともね、僕たちに会いに来るっていう形でも全然問題ないです。で、それ以外でも、その何ですか、全体のね、イベントを楽しみに来るっていうのも全然いいと思いますんで、うん、ぜひとも参加していただければと思います。はい、ということで今回は K660 ジャンボリーに参加してみたということで動画を撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価2回言いましたね、はい、のチャンネル登録お願いしますまたツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。それよりこのラジオフライヤーすげえ気になる。同じカラーでペイントされていて、ラジオフライヤーちゃんとキャンバー着てトレーラーになってるっていう、なんかちょっとワクワクする。はい、すいませんでした。